私事ですが、本来今日は私の職場である学校、それが閉校式、出勤だったんです。休みになりました。私は実は和美さんの歌声が大好きです。今日は小野寺さんの応援をしたいと思います。意味が分かんないんだけど藤本美貴さん、これはちょっと意味分かんなかったな。でも北区の北崎恵子さん、雪まつり公開いいですねって、このまたまあメールも、雪まつり公開録音ですね、違います、生放送ですもう皆さんお願いですから、なんか俺を試すのやめてもらえませんか。何としても都合をつけていきます。いらっしゃいますか、北区の北崎恵子さんは。いらっしゃったら、あ、いらっしゃらないですね。大抵こういう書き方の方はいらっしゃらないんですよ。あの甘い声で久しぶりだねって歌う彼にぜひお会いしたいです。もう歌っちゃったから金輪際歌いますよでも今日は特別、本人にはね、絶対もう一回歌ってよね、やっぱあれは名曲なんだし、あなたの歌なんだし、私も街の明かりは俺の歌だって言ってますからね、自分のものにしてしまえば自分の歌さ。でも今日はちょっと違うよ、違うのも昭和の俺はやるよって意欲的なんですよ。何歌うと思う？夜明けのブルース、小野寺雅之。
いや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 、思った通りのバカ騒ぎになってしまったいいな、昭和だな。ウィークエンドバラエティー日高このショー午後の部キャバレー三角から公開録音でお送りしております。スピードオフ編株式会社